はい、ということですね、今日はオリンピック、なんかちょっと久しぶりですね、オリンピックの話題ってね。今日はね、北京オリンピック、これもね、中止になるんじゃないか、そういったね、話をしていくんですけれども、もちろんね、東京五輪についてもたくさん触れてきます。まあ、ちょっとね、オリンピックにまつわるいろんな話をしていこうかなと思います。まずですね、なんで今回こういったね、まあ、北京オリンピックとかそういった話が出てるかなんですけれども、ある人のね、発言、ここからね、ニュース記事がいろいろ出ています。誰が発言したかっていうと、一応ね、IOC、国際オリンピック委員会、ここのね、重鎮って言われてる、なんだっけ?ビッグパウンドっていう人ですね。この人ね、カナダの人なんですけれども、元ね、なんか水泳かなんかやってた人なんですよね。で、この人はね、もう1970年代だったかな。そのぐらいからね、ずっとオリンピック委員やってるんですよ。ちょっと今ね、プチ検索しましたけれども、やっぱね、1979年から、もうずっとね、オリンピック委員やってるんですよ。だからすごい重鎮ですよね。ただね、この人結構ね、やらかし発言がね、多いってことで有名なんですよ。今回のニュース記事チェックしてても、またね、例のディック・パウンドが発言したってね、そういう風に書かれてるとこもありましたから、またみたいに。過去にね、ちょっとどんな発言しちゃったかっていうと、今年のね、3月22日には、アメリカの新聞のインタビューにね、まだオリンピック委員会がね、何も発表してないのに、なんかね、1年延期が決まった。先々の要素はこれからになるが、7月24日には開幕しないってね、もう勝手にね、だから、勝手に委員会のメンバーなんですよ。なのになんか個人的にも勝手に答えちゃうっていうね、まあ、ちょっとやべえじゃないですか。他にもね、今の3月の発言ですけれども、4月の17日にもね、これカナダのテレビインタビューなんですけれども、日本側は1年以上は延期できないといった風にね、まあ、こういった発言もね、勝手にしちゃってるんですよ。オリンピック委員会でも国でもないのに、それよりもね、先に言っちゃうんですよ、この人。だからね、重鎮だから何言っても怒られないのか、もうそれかね、口がただ緩いだけのカナダの親父ってことなんですよ。まあ一応ね、昔副会長とかもやってた時期あるんですけれども。でですよ、早速ね、今回のニュース記事読んでいくんですけれども、東京オリンピック中止なら北京も困難。IOC の古参委員が見解。まあこの古参委員っていうのはね、さっきのディック・パウンドなんですけれども、国際オリンピック委員会のディック・パウンド氏は、新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京五輪が来年開催できなかった場合は、2022年の北京冬季五輪も開催困難になるとの見通しを示した。これもだから多分勝手に言ってるんですよね、この人ね。だからね、東京オリンピックが来年のね、7月から8月にかけて、まあ、開催されるわけじゃないですか。でもね、ちょっと面白いのが、北京の冬季五輪、これはね、もう6ヶ月後開催されることになってるんですよね。だからね、これ東京オリンピックがもし開かれないような状況だと、彼の言葉はね、コロナウイルス的にアジア地域で連鎖反応が起こらないと想像するのは難しいって表現してますね。まあ、そういったことを言って、北京五輪開催についても懸念を表明したと。まあ、表明ってか勝手に言っちゃってますからね。ということで、もし来年東京五輪ができないってことになれば、もう半年ぐらいしたらね、すぐ開かれる北京の冬季五輪も難しいだろうってことを言っちゃったんですよね。で、こういった発言もしていて、逆にですよ。東京が開催できれば、北京に向けて準備万端かもしれないっていうことを言ってますね。ただその逆なら難しいかもしれないと言ってるっていう。ということで、東京五輪ができなかったらね、北京五輪もできない可能性が高いと。ただ東京五輪ができたんだったら、もうかなりの可能性で北京五輪それはできるでしょって言ったっていうね、そういったニュースです。これちょっと具体的に言うと、北京五輪っていうのはね、2022年の2月4日から2月20日までね、開催する予定なんですよ。だからね、東京五輪が延期された予定では、来年の7月23から8月8日までですから、その次の2月からもう北京冬季五輪ですから、まあ、そういったスケジュールだとね、確かになって思っちゃいますよね。東京ができなかったら北京もできないんじゃないかっていう。あとね、この北京冬季五輪について面白いポイントをね、もう一つ挙げてるんですよ。そのポイントっていうのがね、ズバリ政治問題について触れています。このカナダのね、口がこうダルダルなディック・パウンド、聞けばね、何でも答えてしまうっていう親父ですね。この人がね、北京五輪に関する政治問題についても触れていて、やっぱりね、アメリカと中国が今対立してるので、北京冬季五輪が政治問題に巻き込まれる可能性もね、あるっていうふうに言ってます。中国が香港への統制を強めていて、中国政府とアメリカの間に政治関係が不安定だって言ってますね。これね、昔にちょっとこういったことがあって、1980年、モスクワ五輪です。この時はね、ソ連がアフガニスタンに攻めに行って、それでね、アメリカが主導となってボイコットをね、呼びかけたんですよ。ソ連がアフガニスタンに侵攻してるから、こんな国で開かれるオリンピック、モスクワ五輪には、みんな参加するのやめようぜっていうふうにね、アメリカがね、言ったんですよ。で、アメリカだけじゃなくて、結構多くの国がね、日本も含めた、実際にモスクワオリンピックには参加しなかったんですよ。もちろんね、涙を飲んだのはオリンピック選手たちですよね。で、これが1980年のモスクワオリンピックでしょ。で、次のオリンピックっていうのが、なんとね、1984年のロサンゼルスオリンピック。だからね、ソ連をボイコットした後は次アメリカのオリンピックだったんですよ。そしたらもちろんこういったことが起こりますよ。ソ連側が今度はね、アメリカのロサンゼルスオリンピック、これに参加することをボイコット。やれやれですよね。まあ僕的にはどっちもやれやれです。アメリカもソ連も。僕はやっぱりね、こういったね、まあ、政治的なこと、例えばね、この国が人権を侵害してると、
それでその場所をねオリンピック候補地に選ばない、外すっていうのはねまだちょっとわかるんですけれども、もう一回決めたからにはその後何が起こってもやっぱりねオリンピックっていうのは開催する、そしてボイコットしないべきだと思ってます。なぜならねやっぱり一番はね選手ですよね。政治のためにねオリンピック開くっていうそういった前提じゃないはずですから、やっぱりねあくまで主役はアスリートだと僕は思ってますから、まあそういったことで北京五輪の開催は東京五輪の開催次第、そしてね政治的な状況もかかってくると。で肝心のね北京五輪の組織委員会は、だから中国側でしょうね、こちらコメントを出していて、現時点で北京2022は新型コロナウイルス感染症の感染防止策を実行しながら正しい手順で大会の準備を推し進めている、それで大会の会場もね全部予定通り今年中には完成するっていうふうにね言ってます。ということでここまでがね北京五輪関係です。でもちろん皆さんねこれ北京よりもやっぱ皆さんはね東京五輪気にしますよね、当たり前ですよね。ここからちょっと東京五輪について話をしていきます。でまず東京五輪についてなんですけれども、これちょっとね僕は個人的にね聞いてる話では、ちょっとね偉い人から聞いてるんですけれども、今ね日本とか大企業っていうのはねもうオリンピックはやらないって方針でね動いてるっていうふうに聞いてます。ちょっとねこの辺聞き流してほしいんですけれどもそう、ただねでも来年ね、まあ7月開催ですからちょっとね数ヶ月早い時期に、例えばですよ新型コロナの感染者数がゼロになって、それでなんだったらねワクチンまでできてる、そういった状況になったらねそれ開催するしかないですよね。開催しないっても言えないですから、まあそういったね一応大前提は言いながらですけれども、一応ねあと僕のツイッターでこれはオリンピックに関して聞いたわけじゃないですけれども、コロナっていつぐらいなくなると思いますかっていうねアンケート取ったんですよ。例えば1ヶ月でなくなるとかね、半年でなくなるとか、1年ぐらいかなとかね、そして1年以上はウィズコロナ、そういったね選択肢を設けたんですよ。そしたらねもう 85% 以上の人が1年以上はねウィズコロナっていうふうに答えてましたね。これはね日本での話です。でもね日本がそんな感じだったらね海外はねもっとね長引くわけでしょ、特にアメリカとか。まあだからね来年に感染者が全世界的にですよ、まあアメリカだけでもいいですけれどもゼロになって、でワクチンができてるみたいな可能性は相当低いですよね。そうなったら単純にそこだけ考えてもね中止になるのかなと思っちゃいますよねっていう話で、まあこの辺はちょっと流してもらってちょっと話を始めていくんですけれども、一応ね今東京五輪の準備がどうなってるかこれについてですけれども、東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会は同日、来夏の大会に必要な会場を全て確保したと発表し、開催に向けた大きなハードルの一つをクリアした。また大会スケジュールの変更で観戦できなくなったチケット購入者には今年中に払い戻しに応じることも付け加えたということで、会場の手配っていうのはね全部済んでると。多分ねこういったことをちゃんとはっきり言っとかないと、あまあ僕からもですよ、例えばね来年の4月ぐらいに東京オリンピックどうするんだっていうと、必ずねいや会場の手配するにはもう半年前から動いてないとダメだから、そんなのもう中止に決まってるっていう人いるんで、ちょっとね先に言っときますけれども、もうすでにね来年の会場の手配っていうのは全てね済んでるんだそうです。だからこういったところの心配はないと。であとね、まあ、完全にコロナが世界的に収まらないんだったら、まあ無観客で開催ってのはどうっていうねそういった意見もあると思うんですけれども、一応ね国際オリンピック委員会のバッハ会長っていうのは無観客でオリンピックをやるってことは我々は望まないっていうふうに言ってますね。まあでもねこれイコール無観客だったら絶対やらないとは明言してないんですよ。ただ無観客ではやりたくないっていうのはすごい強調した上で、それでもね、まあ、やるかもしれないってことは言ってるんですよ。よくねこれ無観客を望まないってねバッハ会長が言ったって言って無観客開催はないっていう、そういった報じ方してるとこあるんですけれども、ちゃんと見てみると明言はしてないんですよ。まあ極力避けたいっていうニュアンスです。そして来年開催できなかったら再延期、これについてもねちょっと検討する必要があると思うんですけれども、ただねこれは冒頭に喋ったカナダのね口だるだる親父、そのねディック・パウンドがね喋っていて、日本側は我々は1年延期できるが1年以上は延期できないと言った、2021年のオリンピックに間に合うように選手たちが準備できることを願うしかないっていうふうにディック・パウンドがね漏らしてるんですよ。日本側が国際オリンピック委員会に IOC ここに1年は延期できるけれどもそれ以上の延期っていうのは我々できないっていうふうにね言ったっていうふうに、まあほぼリークですよね、それ言っちゃってるんですよねこの親父がね。まあだからねこういった発言があったんですから、日本オリンピック委員会は来年の夏に開催できなかったら完全に中止したいっていうふうに考えてるのかっていうふうにね報道されました。これもねやっぱちゃんと理由があって、1年延期するとね3000億円ぐらいコストがかかっちゃうんだそうです。だから会場を抑えたりとか維持しておく、そういったコストもいろいろありますし、1年スライドしただけでね3000億円ぐらい多くかかっちゃうと、だからもう一回延期するとね6000億円ぐらいは余裕でかかっちゃうってことになっちゃうでしょ。どんどんねコストかかっちゃうんですよ。でこのコストってのはこれねおそらく東京都が全部負うんですよ。なんかねオリンピック開催するかどうかの決定権ってのは IOC があくまで持ってるらしいんですけれども、これねこういった延期とか中止で起こったコストってのはこれ IOC じゃなくて、まあ、その開催都市が負うっていうふうにね契約にあるんだそうです。だから東京都ですよね。もう今回の1年延期で東京都っていうのはだから3000億円ぐらい損害支出が出ると、
これをもう1年延期するとまたねプラスで、まあ、プラスっていうかマイナスですけれども3000億円出費すると、だからもう延期できないんじゃないかっていうふうに言われています。あとちょっとねこの東京オリンピックやるかやらないかで気になった事案っていうのが、なんかね2022年にセネガルでアフリカのセネガルで開催する予定だったユースの五輪、なんかだから若い人が出るオリンピックでしょうね、これがね最近延期することに決まって2026年、だから4年後ですから、まあ、全部の予定がねスライドしたってことなんでしょうね。次やった大会は次の次みたいな感じでね、これはねもう発表されてるんですよ。だからユース五輪っていうのは、まあ、中止っていうかね全部延期、4年スライドっていうのは決まったってことなんです。だったらもう東京五輪絶対やらないじゃんって思うかもしれないですけれども、一応ね IOC のバッハ会長ははっきり言っていて、今回のねユース五輪っていうのは延期したけれども、2つの大会だから東京五輪とユース五輪ね、これは全く違う問題なので比較しないでほしいっていうふうにねはっきりね一応釘を刺してるっていう、これをもって来年の東京オリンピック中止だっていうふうに考えるなんていうふうに言ってるっていうね、まあいろいろなんかちょっと大人の問題っていうかね、いろいろバランスをとってこういうふうに言ってる気がしちゃうんですけれどもね。そしてねもう一個僕はちょっとね気になったというかね、もう何なんだみたいなね、なんだみたいなね意見があったんですよ。でもちょっとありえるかなと思ったのが、どういったね意見、まあアイデアかっていうと、 IOC 国際オリンピック委員会ね、ここには欧米の委員が多いと、そういったこともあって新型コロナウイルスのパンデミックから明けた後の象徴的な大会は2024年のパリ五輪と思ってる委員も多くいるんじゃないかっていうふうにね、そういったことを言ってる人もいると。これはね東京五輪の委員の発言なんですけれども、まあ裏の発言でしょうね、これ確かになと思っちゃったんですよ。次のオリンピックっていうのはねやっぱりこうコロナとの戦い、それに我々は勝利したっていうねオリンピックの大会にしようと思ってると思うんですよ。思ってるっていうか東京五輪だとちょっとなりにくいじゃないですか。もしね東京五輪が開かれるとしても完全に収束してるって感じはしないじゃないですか。っていうことはもうだったらね東京五輪は完全にやめちゃって2024年のフランスのパリで開かれる東京五輪、この頃にはさすがにねもうコロナのゴタゴタっていうのが収まってるんで、それをもって我々は東京五輪中止になっちゃったよねコロナで、でもね世界は我々は新型コロナとの戦いに勝利したって言って、すごいね象徴的復活のオリンピック、こういったオリンピックにしたいと考えてるんじゃなかろうかと。それをやっぱ IOC のメンバーって言ったら欧米の人が多いらしいんで、フランスのパリ五輪にそれを持ってきて復活のオリンピックっていうのを持ってきたいと考えてるんじゃなかろうかと、そういう風に考えてたらね東京五輪中止っていうね可能性が高まるんじゃなかろうかと、ちょっとね僕結構納得しちゃいました。まあ僕のね妄想補足も入っての話ですけれども、あと IOC のバッハ会長はまあ聞かれたんでしょうね、このコロナに対してどう思うかとかね、何ができるか、そしたらね解決策は今は何もない、想定すべきことがあまりにも多いっていうふうに答えたんだそうです。これねこの間の僕のね動画でもやりましたけれども、今ね続々と新型コロナウイルスに感染してもそこからできた免疫っていうのはねもう数ヶ月しか持たない人が結構多いんじゃなかろうかと、こういう結果がね続々と出てるんですけれども、ってことは有効な長続きする免疫を作るワクチンとか、また集団免疫っていうのもね、こういったのも可能性がねかなり下がってるってことなんですよ。だからねまあ IOC のバッハ会長解決策はないって言いましたけれども、本当にね人ができることっていうのはすごい少ないかもしれないです。本当にまあ残念なんですけどね、もちろんそうすると僕らにできることってのはなくて、ただただね新型コロナウイルスが自然とね弱毒化していくのをね、まあ、期待するしかないっていうねことになっちゃいますから。はい、ということでね基本的に北京五輪東京五輪にまつわる話はこのぐらいなんですけれども、ここからちょっとね、まあ、IOC にまつわる僕がね面白いと思った話をしていこうと思います。よくね IOC オリンピックはねもうすごいビジネスになっちゃったっていう人いますよね、まあ、確かにそうなんですけれども、その辺のね話をちょっとしていこうと思うんですけれども、やっぱオリンピックっていうのはねすごい商業主義になっちゃってるみたいで、まあ、イコール悪かって言ったらちょっと分かんないですけれどもね。で主な収益源っていうのはやっぱねテレビの放映権料、これが主軸なんだそうです。そしてちょっと面白いのが1業種1スポンサー、これを定めていると。だから例えばですよ、車の業界がオリンピックのねスポンサーになりたいと、まあ、広告出したいってことですね、イコール。そしたらね車の業界からは一つの会社しかね選ばないってことなんですよ。ちなみにね東京五輪ではトヨタが選ばれてます。ってことはね他の日産とかホンダとかそういったところはオリンピックに絡んで宣伝とかねできないってことなんですよ。ちょっとこのね1業種1スポンサーっての面白いなと。あとねなんで商業主義に走ってるって言われてるかっていうと、もちろんいくつかね理由があるんですけれども、まあ、その一つに1994年からねこれ春夏のオリンピックっていうのを分けてるんですよ。どういうことかっていうと、昔のオリンピックっていうとね同じ年に夏開催のオリンピックをやって、で冬季五輪っていうのも同じ年にやってたんですよ。今年はオリンピックの年だっていうふうにね。でもそれをね1994年、まあ比較的最近っていう、まあ年齢にもよるか人のね、まあ、とにかく1994年から夏のオリンピックをやって、その2年後に別の年に冬季五輪をやるっていうふうに変えてるんですよ。これなんでかっていうと、同じ年にね夏も冬もねオリンピックやっちゃうと両方ともね広告出したい会社ってあるわけですよ。でも1年のね広告予算だと限られるじゃないですか。
でもそれを2年後にずらしてくれると両方ともの、ね、夏のオリンピック冬季オリンピックすごい広告予算を出せると、結果ねオリンピック委員会も潤うってことなんですよ。まあ、こういった変更からもね商業主義って言われてるんですけれども、まあ、そういったこともあってか実際にねオリンピック委員会ってのは昔と比べて随分ね儲かる団体になってるみたいで、まあ、一応数字だけ見てもねこれ1980年っていうのは IOC の流動資産、まあ、だから現金も含まってる現金と現金に近しい財産です。これっていうのが1980年はね20万ドル、まあ、だからね2000万ちょっとぐらいしかなかったんですって。逆にすごい少ないですよね。それが最近ではもうね23億ドルぐらいあるんだそうです。23億ドルっていうとね、まあ、2500億円ぐらいあるってことですからね。わかります？昔2000万ちょっとぐらいしか持ってなかった会社が、まあ、IOC っていうのはね一応非営利団体になってるんですけれども、2000万ぐらいしかなかった会社が今やですよ2500億円ぐらい持ってるってことなんですよ。だからねこれ昔と比べるとね100倍ぐらいになってるってことなんですよ。すごいですよね。だいぶね会社として成長したなと、まあ非営利団体なんですけれども、ね、一応ねで一応ねオリンピック委員会っていうのはすごいねこう儲け主義だとかねビジネスしてるってね批判されることも多いんで、一応オリンピック委員会としてはこう言っていて、収入の9割を世界各国のオリンピック委員会や各種競技団体を通じて選手活動の支援に使っていますっていうふうに言ってるんだそうです。まあはっきりね9割って言ってるんですからね、一応振り分けてはいるんでしょうね。まあそうは言ってもねこれ昔と比べると IOC っていうのはね10倍じゃなくて100倍ぐらいねお金がねあるっていうね。ただねそんな IOC もこんなニュースも出てて、IOC のスタッフが今回ね最大給料が 20% カットされるかもしれないってね、そういったニュースもありました。だから東京五輪が開けないと、開けないってことは放映権料が入ってこないと、で IOC の運営が苦しいんでスタッフの給料がね 20%、まあ、最大 20% ですけれどもカットされるかもしれない、こういったニュースもあったんですよ。でもねさっき言ったように現金か現金に近しい流動資産、これがね23億ドルもあるわけですから2500億円ぐらいねカットしなきゃいけないのかな。といったことでね、ここまでちょっとオリンピックのね商業主義って話を今してましたけれども、でもねちょっと思うんですよ、さっき言ったように儲けの主軸っていうとテレビの放映なわけじゃないですか。これって別にね無観客でも放映できたらねお金って儲かりますよね。なんすかね、無観客だとそんなに見る人少なくなっちゃうんですかね。なんかそんな気もしないでもないですけどね。ただねバッハ会長は無観客はできる限りやりたくないって言ってるんですよ。わかんないですよ、もしかしたら無観客の方が視聴率取れなくなっちゃうからかもしれないですけれども、なんかだからちょっとここはね相反する気がするんですよ。無観客ぐらいだったらやらないぞってね、まあそういったニュアンスとも取れるわけじゃないですか。でも無観客でも放映したらね儲かりますから、やった方がいいんですよ IOC としてはね、おそらく。だから当然ねオリンピック中心しちゃうと無観客とか観客入れるどころじゃなくて放映ってのはできなくなるわけだから、もし本当にね中止を決めてるんだったら商業主義っていうわけでもないかもしれないですよね。本当に商業主義だけ考えてたらね選手の感染とかあんま考えずに無理くりでも開催しちゃえばいいじゃないですか。テレビの放映権料入ってくるからね。だからね来年本当に中止にするんだったらもしかしたらねそんなに商業主義ってわけでもないかもしれないです。ただねまたうがった見方をしていくとあえてね東京五輪はもうやめといて、さっき言ったようにねフランスのパリ大会で華々しいオリンピックの復活をブランディングうまくして東京五輪でね儲ける分だった分ももう2倍儲けようってね、そういった考え方、そういったプランをしてるのかもしれないですよね。正直ね僕がね IOC の人だったらで日本人じゃなかったらですよ、おそらくねそっちのプランをね取っちゃいます。もう東京五輪っていうのはダメだっていうふうにねすっきり中心させて、その分ねフランスのパリ大会をいかにもね世界は新型コロナとの戦いに勝利したっていうねオリンピック再生的なオリンピックにしちゃいます。それでね東京五輪中心した分も取り返せるぐらいね2倍も儲けようっていうふうに考えちゃいます。まあなんかだからこうねオリンピックリバースとかねリボーンみたいななんかやるわけですよ。でなんだったらね大会オリンピックのロゴもフェニックスにしちゃったりとかしてね、あもう決まってる、多分決まってるんでしょうけれどもね、パリオリンピックのねロゴっていうのはねきっとね、僕はねそんなにオリンピックしてる人じゃないんであんま知らないです。パリオリンピックのロゴが決まってるかどうかっていうのもね、決まってなかったらまあなんか再生みたいなねロゴにするでしょうね。もうとにかく儲けるぞっていう感じでね。であとねちょっとだけ面白かったのがオリンピック関連で、なんでも今ね e スポーツだからテレビゲームですよね。この e スポーツも将来的にねオリンピックに入れていくか入れていかないかって話し合いもあるんだそうです。僕はねこれ10年後かわかんないですけれどもいつか入ってると思います。それぐらいに e スポーツっていうのはそのうち大きくなるものなんじゃないかっていうふうにね僕は思っています。あとね新型コロナがね加速させたでしょうしね。あともう一つプチニュースなんですけれども IOC のバッハ会長、これっていうのはね任期が2021年までなんだそうです。オリンピック委員会の会長っていうとまずね1期目が8年で2期目っていうのがね4年なんだそうです。ちょっと変わるんですよね。でバッハ会長は望まれるんだったらもう1期やるっていうふうに言ってるんだそうです。まあ多分通るんでしょうけれども、それにしてもねバッハ会長っていうのがこういい人かどうかとか、まあ、商業してる人かどうかって僕は知らないんですけれども、とりあえずね、まあ、こんな時期にね IOC の会長やってて
それはね、お疲れ様ですっていうふうには思ってます。まあ、ちょっと運が悪かったっていうね。そして最後、これ最後に僕が言いたいことなんですけれども、もしかしたらね、これ僕が一番ね、ちょっと長い動画になってると思うんですけれども、僕はね、今日これが一番言いたいことかもしれません。ちょっと待ってくださいね。よいしょと、僕はね、思い出しちゃったんですよ。あいつですよ、あいつ。皆さんもね、これ言うと分かると思うんですけれども、ロンドン市長選挙に立候補表明してたショーン・ペイリー、あいつがね、東京にちょっと感染者が増え始めた時に調子に乗って、2月だったと思うんですけれども、2020年ロンドンは再び五輪ができるみたいなね、東京でできなかったらロンドンでやったらいいんじゃないかみたいなことをね、言いやがったんですよ。わかります？ほんとムカついたんですよね。多分ね、皆さん思い出した人いっぱいいると思うんですよ。ショーン・ペイリー、東京で五輪ができなかったらイギリスのロンドンでもう一回やったらいいんじゃないかみたいにね、ロンドン市長選に立候補してたやつが言ったわけですよ。おいお前見てるか、おい見てるか、おいショーン・ペイリー。あ、これね、ちなみにイギリスに向けて言ってるわけじゃないですからね。イギリスとイギリス市民に言ってるわけじゃないです。もう一人、あんなことを言いやがったショーン・ペイリーだけに向けて言ってるんでね、そこはちょっと誤解ないように。お前さ、東京のことあんなこと言っといて。今さ、イギリス、ロンドンはね、どんな状況なんだよ、お前。ねえ、今、どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ち？東京で開けなくて、ロンドンで開けるのか、お前。ふざけんな、本当に。すいません、ちょっと取り乱しました。もうそれだけ言っておきたかった。急遽ね、思い出しちゃったんですよ。あいつあんなやついた、みたいな。あいつロンドンのやつだったみたいなね。ふざけんなと。東京でできないんだったらロンドンでいかがですかみたいなこと言いやがって。ふざけんなとね。今どうなってんだっていうね。ほんとふざけんなって。ちょ、それだけどうしても言いたかったです、僕は。ほんと、今日。ほんとにね、これイギリスの皆さんに言ってるわけじゃないですからね。あいつだけに言ってます。で、なんか僕はね、あいつはロンドン市長選挙に立候補しててこんなこと言ってたんですよ。だからね、どうせ落ちたんだろみたいな感じでね、ちょっと、ついでに笑ってやろうと思ったんですよ。ほんと、性格悪いですよね。でもなんか、ロンドン市長選挙どうなったんだって調べたら、なんかね、もう5月に早々にね、1年延期するってことになってました。わかります？ロンドン市長選挙、今年の5月ある予定だったね。それを1年後のね、5月にね、延期したんですよ。ロンドン市長選挙はね。そういったことで、このショーン・ペイリー。まだね、落ちても受かってもなかったですね。うん。はい、といったところでね、最後のこの強氏の性格の悪さが垣間見えたっていうね、そんな東京五輪のね、あ、じゃあ北京五輪のニュースか。うん、北京五輪、まあ、そして東京五輪についての動画でした。バイバイ。ほんとあいつろくでもないな。もう絶対ロンドン市長選挙なんかね、落ちたらいいんですよ、あいつ。